フラッタリー岬にある大きな岩、深の柱。オリンピック半島の北西の突端の風景、フラッタリー岬は、アメリカ合衆国北西部、オリンピック半島の最果てにある岬である。ワシントン州の西部、クララム郡に位置し、北48度22分59秒、西経124度42分52秒で、ハワイ州とアラスカ州を除いたアメリカ本土の、 最北西端にあたる。ファンデフカ海峡がここで太平洋へと出る地点にあたる。ここは先住民魔家族の保留地の中にあり、オリンピック海岸国立海洋保護区の北端になる。フラッタリー岬はボードウォークによる遊歩道を歩いてしばらく行った先にある。アメリカ本土の最西端はここからしばらく南へ行ったオリンピック国立公園内のアラバ岬になる。 フラッタリー岬灯台は、沖合のタトゥーシュ島に建っている。マカーベイとニアベイが、岬の両側にある湾である。ニアベイはこの岬に一番近い町でもあり、マカー族保留地の中心でもある。1830年代に、日本人船員の音吉、岩吉、久吉がフラッタリー岬のケープアラバに漂着した。ありがとうございます。